僕はですね、ペコタンという名前で、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。6月1日ということで、今日からいろいろ僕の中でも変化が起こっていて、まずこの、コメンビューをこっちにした。前回の作画配信からまあ一応はしてたんだけど、なんかこっちの方が良くないだってこの、自分が映る場面も、ちゃんと正方形に近い、範囲も広く映せる感じがある。そして、もう一つですね、ニコニコのタイムシフトを、 残さないようにしましまたこれもね大きな決断ですねもともと僕はこれをずっと疑問に思ってて残さなくてもいいかなと思ってたの配信終了後の視聴者数と1週間後の視聴者数を比べててタイムシフトを活用してる人ってどんぐらいいるんだろうなとあと予約数とかも見たの予約してる人っていうのは多分アナログ会員でも録画を見れるようになってるのだから予約者数とか見てたけどひどいもんでさ あの予約って、まあ、3年前とかだったら、何百とか、配信前には、ニコニコの全体がね、予約者数、これが僕だけが下がってる、僕の影響力だけが下がってるってわけじゃないんだわ。予約者数ランキングっていうのがあるの。ニコニコの生放送のランキングっていうところに。で、そのランキングに、例えばね、タイムシフトの予約、5人とかの人がランクインしてんだわ下の方に。あれもだからね、もうニコニコ全体がほんとこれ、 トレンド入っっててんなっていうのが、うん、だからそういう少ない人をフォローするべきと思って僕は一応今まで残しておいてはいたの。だけどさすがにここできっぱりとですねタイムシフトは別に残さなくていいニコニコは僕は何がいいから続けてるかっつったらリアルタイムで見てくれる君たちみたいな民度の低いコメントあなたたちを求めてるから匿名でね誹謗中傷ばりの君たちみたいな民度の低いコメントをここに載せたいがために僕はやってるわけだから まあタイムシフトで見る人のことはそこは切りましょうよ。なんならニコニコごと切っちゃったって正直言うといいわけ。だって今同時接続数もですね、YouTube の方が多いんだよ。だけど僕はね、あなたたちだよ。こうやって匿名で好きかって書いてしょうもないコメント書いてるあなたたちがリアルタイムにこうやって反応してくれてるのを残すために同時配信はまだしばらくはやります。僕はね、 あの、誹謗中傷に対しても割と寛大ではありますから、本当になんていうの、自分の生活を脅かすようなカスに対してはね、徹底的にやりますけど、なぜなら、自分も誹謗中傷みたいに近いことやってるから、例えばだよ、僕がもし今、この誹謗中傷ムーブメントの流れに乗ってですね、めぐみチャンネルのめぐみちゃんから訴えられたら、負けますね。<laughs> 今までの動画をよーく自分がめぐみちゃんに言ったことを思い返してみると薄めで見ればギリギリ貸床に見えるからとか <laughs> 女性に対しておっさんとかだからさ自分がそうやって言ってるのにこのここぞとばかりに誹謗中傷はゴミだみたいな風に言える人って結構面の皮が厚いよなって思っちゃうんだよ <laughs> 僕はだからそういう後ろめたさがあるから。 なかなかこうガツンとは言えないよ。もちろん嫌だなとは思うし、クソだなとは思うけど。しかも自分は割と何とも思わないの。どっちかっつうと。まあいろいろそういう、こういうのが誹謗中傷ですよって言って、バーっとこう、ニュースとかでも出るじゃん。だけど、あ、こんなの全然聞かないなっていうのが結構多いからさ、ちょっとその、一般的な誹謗中傷論にさせてくださいね。 これで例えばと特別の例を出しちゃうと亡くなってる人とかもいるわけだし不用意なことは言えないしとにかく人が亡くなったって事実は最悪のことなんだからとんでもないわけよまあだけどまあ誹謗中傷してるやつらがどういうやつかっていうとですねまあバカなんだよねマスゴミに踊らされてる先導されてる IQ の低い民度の低いカスドもなわけ基本的にだからあれって結構64ぐらいで作った側が悪いんだよな だって、作った側がそいつらをさ、洗脳して、こっちを、こいつを悪に仕立て上げてさ、そいつを叩くように誘導してるわけよ。それにまんまと乗っちゃう、ああいう恋愛リアリティショーみたいなの見てるやつっていうのは、どうやって番組が作られてるかとか、行ってきゅうとか見てるやつもそうなんだけど、この番組がどうやって作られていてっていうのが、全然理解が追いつかないの。目の前で起こってる事実に条件反射で、まあ、猿のように反応して、ムカつくとか言って、やっちゃうわけなんだよね。 それを作ってる側は意図して作ってんだからさこれ何誹謗中傷してるその猿どもだけが悪いって言ってるやつは頭悪いわ何がリアリティショーだよ全部決まってんのもうねテレビ番組の作り方なんていうのはちょっと考えればわかるじゃんこの前もなんか見てたけど無人島から脱出する企画とかいうので海星出身の東大生のやつとなんか150キロの球を投げるね芸人とあとフワちゃんっていう 変なユーーーチュバみたいな女芸人みたいな人がね、無人島から脱出するっていうやつ、あれとかだって、もうぐーっと入り込んで見ちゃう人とかいるんじゃないかなと。まあ、イッテ Q とかも多分そういう感じなの。特に、まあ、ゴールデンタイムにやってるバラエティ番組なんてさ、全部もう予定調和というか、こうなるといいっていうふうに思惑、ある程度演者を踊らせてる可能性もあるけど、演者に自由度を持たせつつも、 こっちからうまく誘導して編集でうまくやってやるしかありえないじゃんそんなの、まあ、恋愛バラエティだってそうでしょうよバチェラージャパンとか見たってわかるじゃんなんでそこでチューすんだよこの女はよなんで雪ぽよはこんな自分よりもフォロワー数がさ100分の1しかない中途半端なまあ中途半端ではないけど、まあ、イケメンという人に お前心の中では別にこの人のこと興味ねえだろうってでもテレビに長く出たいからユキポヨは最後の方まで残って離脱したんだろうみたいなユキポヨはキャラ的にいいよねみたいなスタッフサイドの音楽があってしかもこのユキポヨフォロワー数あるからあのバチラージャパンの初代のあの人にちょっと長く出しといた方が絵的にば映えるよねとかね裏側で言ってよそれでああいう形ができてるなんてある程度わかるじゃん1回目のバチラージャパンは最後まで見たから で僕が最初からね目をつけてたですね女性が確実に選ばれまして過去さまタイプのだけどあの過去さまタイプの女の人だって実は裏を返せば事務所に所属していてまあなんだったらねああいうキャラを演じてるわけでテラスハウスだってそんな似たようなもんでしょ結局は古く言えば「あいのり」っていうなんかピンクのやつとかさまあとにかくテレビの作りを真に受けてそうやってやっちゃう 情弱層っていうのが一定数いてそいつらが一番のまあお客様なわけよテレビにしてみてもだからそいつらを誘導して心を動かせば動かすほどプロレスやってのめり込んでくれるしそこに怒ったりとか泣いたりとかね感情をフルにむき出しにしてくれるのが一番その金に繋がるっていうのは分かっててやってるわけなのそれで今回それがエスカレートしてこういったね悲劇が生まれてしまったわけだから まあ、6、4で作った側が悪いと思う。やった側ももちろん悪いけど。なんか、松本人志が結局は誹謗中傷したやつが100悪いみたいなことを言ってた説があるんだけど、まあ、やっぱりテレビ側の、めちゃくちゃテレビの方は当たり前だけど、自分がそこに沼に使ってるからそうなんだけど、でもそれはあんまり言っちゃいけないよね。テレビ側の人間だったとしたって、その事実はしっかり受け止めてさ、 やっぱそのテレビを改革していいいくぐらいのこと言えないもんかねテレビ側の人間はなかなか言えないけどそれで言えるのがやっぱ真のねエンターテイナーなんですよまああとは僕も誹謗中傷を絶対叩けるっていうクリーンな人間ではないっていうのがありますんで <laughs> めぐみちゃんだったら仕方ないけど他にもまあいくつかあるだろうね負ける対象でも逆に言うと勝てる対象もいっぱいあるんだよ 今だってもう、ポーカーチャンネルなんて、誹謗中傷のコメントが4割だからさ、しかも、ポーカーのプレイ関係ない、僕の外見とか、じゃあちょっと今、見せるか。で、僕に対しては別に全然、まあ、はっきり言って、それでもいいんだよね。なんとも思わないから、そんなの。だけどね、さらにはですね、一緒にポーカーやってる仲間のメガネ君たちにまで、こいつら、ほんとブサイクだな、みたいな。<laughs> <laughs> だそれはやめてあげてよ。こいつのプレイはカスだから死んだ方がいいみたいな。初めて出た人に対して、あんまり体制のない人に、そういうコメントをあげやるのはやめてあげてくださいよ。僕に対してはいくら言っても別にいいからとりあえず現時点だ。自分に実害さえなければ。まあじゃあそのコメントとりあえず今読み上げますわ。まあいいコメントもあるから、そこで勝手にコメント欄でそんなこと言うなとか、否定してくれてる人もいて、勝手にコメント欄が活性化してくれてるのは、僕にとっては別に喜ばしいことなんだよね。これね。 この何々ってやつは、下手だし、見るからに頭悪そうだし、死ねよって <laughs>。いつも僕のプレイに対して、肯定的な意見を書いてくれてる人が、この何々ってやつは、顔は出さねえし、下手だし、見るからに頭悪そうだし、死ねよ。なんか生理的に無理とか、せっかく出てくれた人に対して、そういうのやめろや。あとはこいつか。ョょこたんて、なんでこんなにキモいんだろう。ポーカー界隈から、めちゃくちゃ嫌われてるのに、 よく顔出し配信できるよな。用紙トーク、ポーカー、すべて中の下なくせに、あれこれ偉そうに語る時があって、マジで死ねって思う。まあ、丸ねって書いてあるんだけど、死ねっていうのだけが引っかかると思って、丸 <laughs> ねって思うんだけど、マジで死ねって思う。こいつのこと嫌いすぎて、死ぬまで批判したくなる。<laughs> いいよ別に。そして、それに対して、誰かが反論してくれたんだけど、それに対して、 いや、ポーカー界で間違いなく一番嫌われてる YouTuber だよ。ポーカースポットでこいつの話題出せば、俺と同じような反応する人の割合は多いよ。嫌いなら見ればいいんだけど、嫌いすぎて見てる。<laughs> いいじゃねえかよ。これだって、これが誹謗中傷だって僕はカチーンってなって <laughs>、言ったら丸ねって書いたって、そこ文脈から死ねだったら、結構アウトなところあるぜ。まあ、そういうとこから入ってくれるのも全然いいから。 ブサイクが揃いも揃って顔出すなよ。気持ち悪いなこれね、昨日僕が、まあ、メガネ君3人と一緒にポーカーやった時のコメントなんだけど、ああみんなに対しては言うなよ。一緒に出た人に対してはさ。そしたらそれによってもしかしたら、その人がこう傷ついちゃったらどうすんだよ。僕はいいとしても。身の程知らずな匿名コメントはやめとけよ。って思います。いずれ自分に返ってきますよ。まあだからね、僕のそういった、 誹謗中傷に対するねススタンスはまあそういうところですねまあポーカーもね今ねだからそうやってみんなで顔出してやって今考えてることがあっていよいよですねそのポーカーの自分のクラブの上限が500人から撤回されまして結構大人数でポーカー大会できるようになったんで天木府賞金出そうかなと思って自腹切って6月2日のですね20時からぺこたんポーカーカップやるんだけど1位 2,000円。2、0 0 0円。3円以下ゼロっていうのを、いよいよやっちゃおうかな。1回だけ。安ってなんだよ。なんで未然に切って安って言われなきゃいけないの僕が別に何の、みんなのために、みんなが楽しんでもらえばいいなと思ってやってること今までは別に賞金なんか一つも出さなくてもみんな楽しんでくれてたのに、それで僕が初めてね、賞金出そうかなって言ったのに、せこすぎ。とかさ、 安いとか。そんなだって毎週やってるのに、一回そうやって味を占めちゃうと、もう、それが最高値になっちゃうから、これからもし例えば少しでも賞金下げたらさ、賞金下げたみたいになるじゃん。だからそこで無理な金額をボンってね、一回でも出しちゃったらダメなの。つらね、そのイナゴなんだから、でも期待値としては高いよ。一人当たり、もしかしたら賞金出したら多少は増えるかもしれないけど、それでも500人としたらさ、 一人当たりいくらなんだよ。賞金総額3000円出してんだから、6円分の期待値があるんだよ。参加するだけで6円もらって、僕はお前らの参加者どもに6円上げてるのと同じ計算だからね。わざわざ別に自分の時間までね、取って。こんないいことないよね。